それでは関選手の試合後インタビューを始めたいと思います。よろしくお願いします。まずオフィシャルから質問です。試合後の率直な感想をお聞かせいただけますでしょうか。やっぱり悔しいですね。自分で思います。何もできてなかったと。ありがとうございます。対戦を終えて相手の印象というのは戦う前と後と違うところはありましたでしょうか。いや、もう打撃も強い選手だと思っていたので、ただあそこまでスタンドの展開になるとは自分でも予想してなかったですね。ではご自身では組の展開もあるという予想があったということでしょうか。組の展開が あるのかなとは思ってました。かなり最後の方は激しい打ち合いをされていたかと思うんですけども、あの時はもうどういう思いだった、どういう感情だったとかっていうのはありますでしょうか。いや、もう倒さなきゃ負けると思ったんで行かなきゃと思ってました。ありがとうございます。試合を終えた後にリング上で中原選手とこう言葉を交わされていたかと思うんですけれども、どのようなお話をされたか教えていただくことってできますか。準備期間とか関係なしに自分は負けたんで胸張ってくださいと、自分のもう実力で負けたんでそれを伝えました。相手は何て返されたとかってありましたか。いや、もう受けてくれてありがとうございますと感謝の気持ちを伝えてもらいました。ありがとうございます。今回は、ウルカ選手の欠場で急遽の参戦となりましたが、今後の展望というのを教えていただけますでしょうか。いや、 やっぱり自分の実力のなさにちょっと今がっかりしちゃってるんで、もっと練習しないとダメですね。もっと強くならないとダメですね。